はんぺんの磯辺焼きを作ります。焼き海苔を1枚用意し、6等分の長方形に切ります。ビニール袋を用意し、はんぺんを1枚入れましょう。器を用意し、クッキングペーパーを敷き、ホタテフレーク缶1缶を入れ、水気を切ります。袋にホタテを加え、ピザ用チーズ 20g、 青のり小さじ2、マヨネーズ小さじ1、片栗粉小さじ1を加え、潰しましょう。6等分にし、丸めます。サラダ油小さじ1を熱し、中火にします。両面焼き色がつくまで焼きましょう。焼けたら取り出します。焼き海苔で包んで完成です。お弁当にもぴったりな一品、いかがですか？